とりあえず新積むスキル1引いていきますか。皆さん、クラリスからやっていきましょうか。お、これさ、なんかコメントにあったんですけど、あれじゃなくてよかったですね。固定なんじゃないかっていう人が言ってて、いや確かにあり得るなっていうのがあったんですけど、今回はそんなことはございませんでした。ありがたい。あとはジャイロを使えるかどうかっていうとこっすよね。はい、ということでやってみましょうか。これ左右法則あるかな。とりあえずジャイロ何もしないで、あ、いや止まるか。右から来ました。あ、右から来ましたはいいんですけど、左右法則性あったらやばい。右左って来るんじゃない、これ。ずっとその交互だったら、ちょっと、次、右かな。右と信じて。あ、あ、これダメなやつだ。ランダムやないかい、これ。あー、絶望。次右だ。次右だ。あーいやー、マジか。いやー、これ法則あってほしくない。次右だ。次右。21って増えてるんかな、そもそも。いや、これ、ジャイロ絶望のやつか。あ、でも、増えてますね。今、14しか消してなかったんで、21になって。いや、これまあ、運ゲーと。2分の1どれぐらい引けるかっていう、そういうゲーム？いやマジか。さすがに釣らない、これは。いやー、法則はあってほしかったな、せめて。でも毎回当てれれば消去数えぐいことになるかもしれないですね。次ちょっと左に来るんじゃないかな。おいおいことごとく俺外れてない？次右じゃない？よし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 。やっぱ増えますね。で、ちゃんと大積むからも、いけますよと。ああ。ああ、マジか。キスした方向っていうのはわかるんだけど、結局、スキル発動前にどっちかわからないと、意味ないですよね。そこなんす、問題は。すべての問題はそこなんす。さあ、引いていきましょう。さあ、ティンク、1。ティンクの1はどうなんだ？同数20かよ。
タップしたところにお花が咲いて特別なボムが出る。タップできる回数はスキルレベルによって変わるよ。だからこれ結局めちゃめちゃ弱いっすよね、性能的には。それは間違いないっすよね。ジャイロオフ。めちゃめちゃ弱いと思う。着せ替えとスキル演出は神かもしれんけど、性能面はマジできつい。あ、これタップしたところに出るんだ。俺ちょっと待っちゃったんだけど何やってんのこれと思って。これなんか止まってんなと思ったら、これタップしなきゃいけないらしい。そういう系ですか。あ、じゃあ一応フィーバーイン調整とかもなかなかめんどくせえ。もう毎回同じところでいいんじゃない？これスキルマーでこれ鬼のようにスキルが回ったら強いんかな。あ、たまらんの。同じ場所タップできますよ。同じところにタップしても意味なくない？ブルーフェアリーみたいにさ、あのボムがリンクしてくれればね、強いかもしれんけど。いやてか発動数20ってなんだ。だってこれさ、ペアツムのさ、エンジェルのチェーンの出てきたゴムの消去数と同じでしょ。だいぶ絶望じゃない。ああ、きちい。ひたすらきちいな、これ。はい、ということで、スキル1の、とりあえず、ティンクと、クラリスか、をやっていきました。はい、ありがとうございます。